武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は、早稲田大学政治経済学部の、国語の2017年の、入試について話していきたいと思います。国語ですが、時間が90分で配点70点、大問3題の出題となっています。で、大問3題のうち2題が現代文で、1題が古文漢文の融合問題で、現代文に関しては評論2題か評論と随筆、という出され方をされています。で、古文漢文の、融合に関しては、説話、だったり随筆だったりするようなものがあれば、歌とか、詩、に関連のものも出てくるという形で、なかなかバリエーションが富んだ、文章が出てくるので、どんな文章でも戦えるようにしておく、必要が、あるかとは思います。で、基本的な対策としては、やはり早稲田レベルまで参考書を終わらせて、早稲田の過去問を政治経済以外も片っ端からやるということが大前提となります。で、ここのしんどさとしては、大問が3題、さらに1題は古文漢文融合で90分で回答するという点ですね。読解の要求されるレベルもやはり難しいので、こちらしっかり、練習しておかないといけないという形ですね。で、早稲田の選択肢は本当にその間違ってるものでも割と正しいと思えてしまう。で、正しいと思ったまま読み進めても、そのまま間違った選択肢を選び続けて回答が完璧に終わったような感じになってしまうっていう読み方ができてしまうような構成になっておりますので、本当にその細かい読み分け、どうやって正解になるのかっていうところを理由をちゃんと考えて答えられるように、学習をしていきましょう。なので、そういう意味で大体の内容を要約したりとかっていう練習、開発講座や現代文と格闘するなどですね、をしっかりやっておいた方がいいでしょう。で、古文漢文に関しても、口語訳だったりとか、文法的な話だったり、和歌の知識だったりっていうように、本当にいろんなことを、聞いてきますので、基礎から、確認して、ちゃんと総合力を上げておくと。問題文の文章が読めればいいんでしょうではなくて、ちゃんと、全てにおいて知識も含めてですね、ちゃんと全体的に強化しておく、ことに心がけましょう。で、文学史や古典常識、なども出てたりはしますので、このあたり、古典常識に関しては、どんな古典常識や、速読古文常識など、使うなり、しておくといいかとは思います。で、文学史に関してはスピード攻略文学史やっておくのと、読み解き古文単語、の方を使ってですね、あちらで、有名作品なんかを一通り、頭に入れておくといいかとは思います。以上が、国語の勉強となります。